今日は閣議でですね、特別のことはなかったんですが、閣議後懇談で私からこのようなことを提案いたしました。それは先週ノーベル賞を受けられたというか決定した京都大学の山中教授に対して、この内閣の閣僚から、選択機をお祝いに送りませんかと申しました。例の最初の時にお家でもって洗濯機がガタガタしているので、それの修理をしていたら電話が入ったとおっしゃって、でこの当初にいらっしゃってお食事した時も、治りましたかどうですかって、もうそれどころじゃないと、お祝いやら何や連絡があってということなので、さぞ生活者としてお困りだろうと思うので、閣僚の頭数で数えて、まあ1人5000円か1万円以内の寄付で、私が見てていろいろなタイプの洗濯機があるけれども買えるんじゃないかと言いましたら、全員が賛成してくださったんですが、やっぱり法律違反など閣僚の寄付といいますかね、そういうことがありますので、前原大臣だから京都ですから、ご遠慮した方がよかろうかと、これをちゃんともう一回検討してということになりました。その現物をお届けではなくて、私は目録で、ね、お上げすれば各閣僚の署名があるのも記念になるし、またご迷惑でない時期にご本人が必要なものを買われればいいなと思いました。それから枝野大臣では、皆さんお尋ねもあるかもしれませんけれども、今日は復興推進委員会があったわけですけど、それの前段で事業仕分け、民主党というと事業仕分けと言われるけども、復興に関するものは仕分けしたわけでもないので、誤解がないようにというのがご発言がありました。以上で閣議は終わって、復興推進会議、これがえらく長かったですね。陽木部先生から非常に瓶に入り3位ご説明がありまして、で各大臣から発言がありました。私も子どもの心のケアという面でですね、発言をいたしました。大体そんなところでございますが、発言後にいろんな意見が出たりしましたけども、以上です。幹事社より申し上げていただきます、はい、復興推進会議の方で来年度の復興予算は被災地に限定するという方針が示されておりますが、これを受けて文科省としてどのように対応されるんでしょうか。限定ということではなくて、いわゆる3県だけに限定ということではなくてですね、当初はでも当然例の地震に関係して予算を使わなきゃいけないことがありますので、そういうことだと思います。ただし最後にこの会議の時に総理があえて手を挙げておっしゃったことは、やはり被災地にできるだけ優先的に、限定とはおっしゃってません、優先的に使われるように各省庁もよく目配り、心配りをするようにというお話がありました。